ヘフナー500から1はドイツの楽器メーカーカール・ヘフナー社が製造するエレクトリックベースである通称バイオリンベースやビートルズベースと呼ばれているビートルズのメンバーであるポール・マッカートニーがデビュー前から愛用しているベースとして有名であり少なくともポールは左利き用を1961年生と1963年生の2本を所有愛用している在は 像の全面が、スプルース、後面、側面及びネックが、メープルでできている。外観の特徴としては、ベースとしては小型であること、左右対称の形状であること、バイオリンに形状が似ていることである。内部的な特徴で言えば、ホローボディのため非常に軽量であり、ショートスケールで弾きやすい。この構造が、音の周波数全体に重厚な音色を持つ。 独特な温かみのあるサウンドを出している。ピックアップのセレクトとトーンスイッチの操作、トーンボリュームの組み合わせで、丸いモコモコした音から中音域を鋭角的に強調した音まで幅広くカバーする。スタンダードなジャズベースやプレシジョンベースとは、一味も二味も違った500から1バイオリンベース独特とも言える。個性的なサウンドで、一般的にベーシストが好むタイプの音色と言われている。 またサステインが短く、音の輪郭が不明瞭なため、即引き時には、ベーシストとしては、ドライブ感が味わえて、気持ちが良いが、メリハリのある音や、低音の効いた、重厚な音は出しづらい面がある。1961年生のボディの表面は、短板の削り出しのアーチドトップで、裏面は、プライウッドのフラットバックである。1963年生は、表面。 理面ともにプライウッドのアーチドタイプである。当時のボディにはストラップピンがついておらず、ネック側のストラップはネックとボディの隙間に巻き付けて結びつけ、ボディエンド側はテールピースに結び付けるか、金属パーツで引っ掛ける形で固定するという仕様になっている。ヘッドに刻印されているヘフナーのロゴは製造時期により縦書きと横書きが存在する。 今でこそビートルズ人気に押されて高値が付けられているが当時は廉価モデルとして発売されておりポール・マッカートニーはそこも入手の理由に挙げている2005年以降中国で生産された廉価モデルの HCT500-1 が発売されている2007年以降アメリカ市場では HCT500 から1よりさらに廉価版の中国製アイコンがリリース2010年以降 アイコンから名前を変えた中国製インドネシア製イグニッションベースがリリースされている1955年ウォルター・ヘフナーはフェンダー社やギブソン社が1950年代前後にエレクトリックベースの生産を始めたのを見て以前から考えていたエレクトリックベースについて他のコントラバス等の生産ラインに乗せることが可能なのではないかと考えギブソン社よりも高品質の バイオリン型エレクトリックベースの生産が可能であるとした翌年の1956年ヘフナー社は500から1型バイオリンベースを完成させたありがとうございます。